最初に少しだけ僕の方からよく質問があることとかをちょっと皆さんにシェアしたいなと思っております。でやっぱり一番ですね、一番質問が多いところとかっていうのはやはり、モチベーションが上がらないというところですね、はい、これは永遠のテーマだと思います。皆さんね、モチベーション上がらないですね。モチベーションモチベーションを保つということですね。で僕あんまりね、こういう僕のホワイトボードを使ってて見たことないかもしれないですけど、毎回動画とかでも言ってるんです、僕字がめっちゃ汚いんで字がめっちゃ汚いし漢字書けないんで、ちょっとちょいちょいひらがなになったり間違えたりするかもしれないですけど、そこはちょっと突っ込んでいただければなと思います。で、モチベーションを保つっていうところで、基本的に、皆さんね、なかなかモチベーションを保てないっていうところがやはり一番、一番質問が多いかなというところで、私がいつも、アドバイスしていることが、一番ですね、一番僕が、重要視、しているところっていうのが、これね結構皆さん、聞いたことが、よく言われるものなんてね、聞いたことがあったりすると思うんですけども、僕が一番重要視しているのは環境を作るっていうところです、ね、で僕結構今までもいろいろやってきましたけど、モチベーションは逆に言うと保てないと思った方がいいと思います。モチベーションは保つものではないと僕は思ってますし、一人でモチベーションを保とうとするのは結構難しいです。難しいので、それはもうもはや最初から諦めるというのを僕はお勧めしてます。僕自身も意外とモチベーションが保てない人間なんで、皆さんね、よくそういうそんなモチベーション保てますねと言われますけども、僕もモチベーション保てません。保てないので、もうやるしかない環境を作ってます。やるしかない。確かにね、世の中にはこのね環境を作らなくても一人でガツガツできる人は存在します。存在します。で、なんかちょっとね教えたら分かりましたって言って、もうわーってやって、でなんか利益出ましたとかね、あれ俺全然何も教えてないけどみたいな人は中にも本当にいるんですよ。でもそういう人っていうのは結構稀、ごくごく稀ですね。で僕も前話したかもしれないですけど、その一番、高速で結果が出たセルさんがなんか、福岡の方って前で言ったかもしれないですけども、1ヶ月半で150万ぐらいね利益出して、2ヶ月目で脱サラをして、3ヶ月目からタワーマンションに住むという驚異的な人がいましたけどその人はぶっちゃけ僕は2回しかコンサルしてないです。開始2回しかコンサルしてないで、その人たちは、その人に関してはもうやり方を教えたのと、あとはその自分の商品をもう売ってていいですよっていうのを言っただけで、僕本当に何も詳しいことは教えてないですね。マーケティングのこととかね、ちょい言いましたけど、あと SNS の使い方とかねっていうのは教えましたけど、基本的に2回しか教えてないのに、なんか3回目ぐらいのコンサルで、あどうですか最近、120万ぐらい稼げました、みたいな感じで僕もびっくりしたんですけど、そういう方は中にはいらっしゃるんですね。中にはいらっしゃるんですけど、本当にそうですね、僕自身も100人ぐらい、合計で教えてきましたけども、やっぱり 5% ぐらいですかね、5人から10人ぐらい、5% から 10% ぐらいです。そういう人たちが、勝手にね、そういう人たちはもうもはや多分コンサルはただのきっかけに過ぎなくて、なんか多分独学でも検索してやったら多分結果出る人ですね。本読んでもう OK な人ですね。ただ僕はただきっかけが与えられただけっていうだけっていうのが結構大きいと思います。で、そうではない、僕も含めですね、そうではない人はもうやるしかない環境をもう作るしかないと僕は思ってます。だから今日ね、こういうところに来ていただいたっていうのもすごく一つの環境の一つとしてね、今後僕が今まで僕やってなかったっていうのもありますけども、今後こういうふうに開催したら必ず出席していただくとすごくいいかなと思ってます。で、この環境を作るっていうところで今やるしかないっていう、やるしかないっていうところの中で、こういう、セミナーとかね、勉強会とか、他のセミナーとか勉強会は行かなくていいですよ。うちのやつだけ、はい、来てください。無駄なんでね、無駄ではないですけど、やっぱり一点集中がね一番結果が出ますので、あっちもやってこっちもやってとかっていうのはあまり良くないかな
ので、何かこれだって決めて一個に絞るっていうのが必要な重要です。で、まあそれは僕自身も体感した、中で気づいたんですけど、僕自身もね、皆さん知ってるかもしれないですけど、まあいろいろなね、自己投資をして失敗したっていう経験がありますけども、まあその中で、一つに絞っても全て切り捨てて、今まで作った友達とか人脈とかも全て切り捨てて、ノウハウとかも全部捨てて、で1個に絞ったらできるようになったんで、あの1個に絞るっていうのは一つすごく重要なところです。あとはセミナー勉強会っていう、まあ、これはね結構当たり前の話で、あの普通というかね、誰でも思いつくかなと思うんですけども、もう一つは、仲間を作るですね。仲間を作る、で仲間を作るっていうのは結構僕は重要だと思ってます。で同じ志とまでは言わなくてもいいんですけども、何ですかね、まあ、こういう例えば、昨日ね僕が料理教室をやりましたという話をしましたけども、あの結構料理教室って考えるとすげえ面倒くさいですね。昨日実際すげえ面倒くさかったんですけどもね、前日にスーパーをにねお肉を12人ぐらい来たんで、スーパーにお肉をね12枚買ってきて、あのこうキノコとかねバターとかやっぱ買ってきたんですけど、それもう前日のね夜スーパーを2軒駆け回ってなかったんで、なんか構想とかねなかったんで2軒駆け回って探したんですけど、僕も前からでもね、あのもともと料理やってたんで料理教室やりたいと思ってたんですよ。やりたいと思ってたんだけど、それを考えるとすげえやり面倒くさいからやりたくないなってずっと思ったんですね。やりたいけどやりたくないみたいな、あのほら副業とか攻撃も同じですよね。やった方がいいのは分かってるし、やったら楽しいんだろうし、できたらいいんだけどできない、あのやるモチベーションにならない、そういうことってあると思うんですけども、そういう時に僕はまあこういうね、あのイベントなんて先ほども言いましたけども、今僕が一緒にやってるイベント団体の中で企画をして、で、あのもうお店も予約を取ってもらうっていうところまでやってもらって、でぶっちゃけあの前日にね全部レシピとか書いたんですけど、そうするとあの、まあ、夏休みの宿題じゃないんですけど、もう前日の夜にね徹夜でこうやるんですよ。もう明日やんなきゃいけないからね。そうで、そういうのっていうのは仲間を作って、まあ、環境ですよね。完全に環境の問題です。なので今のは料理教室のあのお話でしたけども、こういう転売ビジネスとか、ビジネス系も本当に同じです。例えば、僕もよく言いますけど、あのじゃあ、Amazon 転売今日学びました。で、よっしゃ、やるぞみたいなね。ノウハウも分かったし、これいけるぜってなったとします。でも、帰ったら、結局あの、ね、やらないっていう人が多いのが現状です。なので、それをどう回避するかって言ったら、このパターンであれば、例えば、そうですね。例えば地元で友達、普通によく飲みに行く友達に、例えばアマゾン転売っていうか、その転売でねお小遣い稼ぎができる方法があるから無料で教えてあげるから週に1回打ち合わせしようという約束を毎回しますと。で例えば、週に毎週火曜日は仕事終わった後に必ずその人と喫茶店に行く約束を毎週火曜日必ずすると。でそこで2人で例えばパソコンを開いて、そこでこう2人で実践するみたいなね。でそういうことをすると、あの、絶対その日火曜日の夜はその人と会わなきゃいけないから、まあ、行く、当然行きますよね。当然行きますし、当然そのカフェに行きます。で、さらに言うとそのカフェに行って、で次の約束の時までにお互い、やるべきことを明確にして、じゃあ次これやってきてください、でこれこれやってくるからっていうのをで、そうするとさっきの現象でまた次の週の火曜日の夜までにお互い約束したねものがあるから前日に、ね、徹夜でもやるんですよ。そうすると、強制的にやる環境が作れるというところです。皆さん今ちなみに、そういう環境があるという方はいらっしゃいますか？ないですかね。はい、ないですね。はい、なので、そしたら今現在ちょっと思い当たる中で、あ、それだったらこいつかなみたいなやつっていうのをいる方いらっしゃいますか？あ、いますよ。はい、いいですか？はい、いいですか？はい、じゃあ、 その方を、まあ、その今日中でもいいし、明日でもいいので、まずはちょっとアポイントを取ってね、一
回打ち合わせをしたりとか、まあ、まだ自分で実際にコンサルティングをしたことがない方もいらっしゃると思いますけども、まあ、コンサルティングの練習がてら、まあ、そういうふうにやっていくのも非常に有効かなと思っております。でここがもう本当に非常に重要です。僕自身もそのイベント団体の方の、ミーティングとか毎週この日の何時か何時で決まってて、そこに他にみんなこう、ね、6人とか集まって、そこで毎回企画をしたり、運営の話をしたり、ホームページでこうこうした方がいい、した方がいいっていう話をしてます。なので、そういう形はすごく重要です。あとですね、この環境を作るっていうところの、まあ、仲間を作るの中で、まあ、セミナー勉強会っていうのもありますけどあとはね、結構報道ですけど、カフェに行く、カフェとかね、外出するですね、外出する、はい、外出するっていうのが非常に重要です。特にね、パソコンでできるビジネスを私たちやってますので、家でもできるんですよ。家でもできるんですけど、家にいると絶対やらないです。これ私も同じです。家にいたらやらない。で、なんかこうね、打ち合わせとかポイントがあって、よし帰ろうみたいなね、帰ってからやろうって思って帰ると、もうアウトですね。帰った瞬間にアウトになります自分を信じないでください自分を信じずに帰らないでください。帰らないようにした方がいいです。で僕も帰らないです。なんか打ち合わせとかね、例えば、まあ今日はね、懇親会があってお酒も入っちゃうんであれですけど、例えば今日のパターンだったら、セミナー喋ります、懇親会終わります、その後、星カードだいたい7時とか8時じゃないですか。で、家に、普段就寝するのが12時、1時ぐらいまで、その時間まで、まあ、4時間ぐらいまだありますよね。その場合は家に帰って残りの作業をするんじゃなくて、この辺のね、例えば近くのカフェとか探して、まあ、その探検がてらね、探してカフェに入って、まあ、おしゃれだなとか言いながらね、入って、でそこで残りの作業を全部やってから、まあ、ギリギリでね、12時とかに帰るみたいなっていうのを習慣化してほしいです。ぜひ。で、面倒くさい作業であれば作業であるほど、それを必ず行った方がいいですね。なんか資料を作るとかね、なんか文章をめっちゃ書くとか、まあ、僕なんかブログ最近全然書いてないですけどブログ書くのめっちゃ苦手なんですよ。嫌いだし、文章書くの嫌いなんですけどやらなきゃいけないからね、まあ、いちいちそういうところに行ってちゃんとやってます。はい、なので、これをね、しっかりと今後やっていただいて、で実際に先ほど今後手を挙げてもらって、そのすぐにそういう人いますっていう方はその方で十分ですけども、そうでない方は逆に今日のセミナーとかでこう誰かそういう人を作ってほしいかなと思います。うん、だからこの人とはちょっと気が合うから、毎週何曜日のこの日にやりましょうとかね、とかっていうのをこうちゃんとここで、まあ、ペアじゃないですけどね、まあ、グループでも、さっき組んだグループでもいいですから、まあ、そういう週に1回でも2回でもね、まあ、僕は週3回、4回ぐらいね、鬼の方に、鬼のようにやってほしいかなっていうのはありますけども、まあ、できる範囲で皆さんで集まって、まあこの勉強会とかセミナー以外でも、そういうところで絡んでいってやってほしいなと、ぜひ思っております。はい、そんな感じなんですね。実際にこの、まあ、環境を作るっていうところがまず第1点で、第2点がですね、まあ、同じ、ほとんど同じですけども、まあ、本当に時間を作るっていうところですね。まあ、時間を作る。で、時間を作るっていうところで、すごく、重要なのが、なんか明日やろうかなとかではなくて、まあ、その1日ね、24時間あると思いますけど、例えば、まあ、ここからここまで、まあ、仕事だとしたら、例えばね、僕さっき言った嫌いなブログを 1時間かかります。まあいろんな媒体に投稿するっていうのもありますけど、1時間かかるので、例えばこの1時間ブログっていうところをもう予定表に必ず入れると。あとはね、例えばこの6時、まあ例えば8時からなんか友達と遊ぶみたいなのがあったときに、まあ、この間に必ずこのブログっていうのを僕も入れます。必ず、まあ、Google カレンダーって皆さん使ってます。 Google カレンダー使ってます。
あんまり意外と使ってないですかね。それとも知らないと。そんなことないですよね。まあ、Google カレンダー使ってますけど、まあ、その何かの間に必ずこうやってあの予定としてこうブログって入れます。僕もね。嫌なやつほど間に挟みます。あと移動中の間とかにすると結構片手までさささっとできるから、まあ、間に入れ込むっていうのは結構コツかなと思って思ってます。あと、特に、まあ、この副業系とかビジネス系じゃなくてもね、ジムに行くとかね、みんなやりたいけどやれないっていうやつシリーズなんですけど、はい、まあ、ジムとかも、まあ、こうね、例えば1時から、ね、休みの日1時からなんか予定があるとした時に、まあ、ここにね、まあ、ジムって予定をね必ず入れると。で1週間 Google カレンダーだとねすごく便利なんですけど、あの月にこう毎週予定みたいなのができるんで、何月の何曜日の何時からこう一括でこう何ヶ月先まで全部ねあのコピーできるんで、まあ、そういうのをこうバーバーと貼ってで、行けなかったら次の日にちゃんと繰り越してやるとかっていうのを、まあ、徹底してやるっていうのはすごく重要です。で本当にこれ本当にやってほしいですね。この合間にやるとか、まあ、実際に電車の中でやるでもいいですし、その電車の中もカウントしてもいいしね、電車降りてからどっかカフェに行ってからっていうのも時間も全部合わせても全然いいので、まあ、こういう必ず拘束して自分を拘束するっていうのがすごく重要です。で最初の方はできないかもしれないですけども、この時間を取るっていう癖をまずつけるっていうのがすごく重要です。で、この時間をねただ単にざっくり稼ぎたいからってそういう感じじゃなくて、あのちゃんとこう時給換算してほしいというか、ちゃんとお金稼ぐんだよっていう感じだとか、なんかバイトみたいな、ね、感じでその仕事として入れてほしいですね。例えば、今の、転売とかであれば、例えば、大体1個多分あの2000円とか3000円なんですけど、例えば2000円の利益があったとして、もう1時間で必ず1個見つけてやると1時間で必ず2000円の取れる利益になると1個見つけ、まあ、この後ねあのしっかりとノウハウは教えていただきますけども、1個必ず2000円の利益が取れるというのを1時間で絶対探すと。で決めたら要は2個見つかるわけじゃないですか。そしたら4000円ですよね。4000円、そしたら4000円なので、じゃあこれを30日続けたらどうなるかって言ったら12万です。利益ね、12万です。でこの逆算を常にして、全体的に進めてほしい。あーめんどくせえけど12万みたいなあーめんどくせえ、この後やるとめんどくせえけど、でもここで考えたら2000とかがやる気ないかもしれないけど、トータルでしっかりと考えてほしい。トータルで考えればやる気出ますね。であとはまあ僕も結構言ってますけど、例えば12万円の、12万円稼げる方法を10万円で例えばね教えるっていうことができたとしたら、これがまたさらにね月に2個売れたとしたら、これはまた20万ですね。でこれとこれ足したらまあ32万となる、まあ、そういう話になりますんで、もう最終的にここまで全然いけるよっていう話を常に頭に描きながらこう実践してほしい。小さく考えるとね、2000円かよって2000円はいらないわってなっちゃうけど、靴もすっちりも積もればねこうなりますから、ここを常に描いてやっていただきたいなと思います。はい、まあ実際ね考え、まあ、このモチベーションを保つっていうところが、まあ、大体一番ねあの大きな、質問の割合なので、まあ、これを話していただきました。あとはですね、あの僕見てない方もいらっしゃるかもしれないですけど、あのおすすめ のモチベーションが保てる動画っていうのがあるんですけど、賢者グローバルっていうサイトがあってね、皆さん知ってるかもしれないですけど、賢者グローバルっていうサイトがあって、ちょっとねあの今検索していただいてると思いますけど、賢者グローバルっていうサイトがあって、そのサイトは、番組、テレビ番組なんですけども、今活躍している日本で活躍している中の社長さんがあの無料でインタビュー動画を
配布しているサイトなんですけど、すごい動画のクオリティとかも高くて、なんかね、あの本物の日本の、あの経営者さんがたくさん喋ってるんで、そういうのを見て、はぁ、かっけえみたいな、俺もこうやってインタビューされてみたいな感じで見てると、僕はすごい見てました。あの独立する前でね、まだアルバイトした時はそれを ずっと毎日見て、あいいな、俺もこんなインタビュー受けてなんかやりたいなみたいなって思ってて、それをこういろいろ見てましたね。で、その人がどういう風にしてそこまで行ったのかとかっていうのも結構喋ってくれてるので、まあ大体ね、なんかお父さんが会社経営して継ぎましたみたいなね、ちょっとイラッとするような人たちが多いですけども継いだだけじゃないかみたいなね、なんかイノベーションを起こしましたみたいなね、継いだだけじゃないかと思いましたけど、思いますけど、まあ、そういう方もいらっしゃいますけど、中にはね、あの本当に一からやった人とかもいらっしゃるので、それからあの人生の中を、ね、参考にして今は自分も頑張るというところで、見ていただければいいかなと思います。で、多分さすがに、まあ、さすがにって言ったらあれですけど、ここにいる方々はね、あのテレビは見ないと思いますけども、まあ、テレビ見てる方はあの今日帰ったらテレビを捨ててください、ね、たまにまだテレビを見てる方がいらっしゃるので、ね、テレビ見てたらダメですよ。テレビ見てたらダメなので、あのテレビごと捨てなくてもいいですけど、あのアンテナ線を切ってくださいアンテナ線を切ってください。うちもあのテレビはありますけど、アンテナ線だけないですね。あのビデオを見るようにしてるんですけど、アンテナ線はないです。まあ、まあ、かれこれ4年ぐらいアンテナ線はない状態だと思いますけど、まあ、それぐらい、まあ、徹底してほしいっていうことですね。で、あのずっとあんまり続けなくてもいいので、まずは3ヶ月とか、とりあえず期間を決めて、3ヶ月間テレビ見ないとか、ね、決めたりとか、3ヶ月間友達と遊びに行かないとかね、あの決めて、あの短期集中型でやることを、まあ、僕としてはお勧めします。で、いやいやいや、でも誘われちゃうっていうことがあるのは気まずいしって、ね、よく言われますけども、僕も結構誘われるタイプなんでね、最初は断るのもめんどくさかったですけど、あのごめん今日行けないんだって優しく20回ぐらいやったら、こいつ付き合い悪いなと思われて誘われなくなるんで、はい、あのでもこれからちょっと遊べないんだとかいちいち言わなくてもいいから、断り続けたら誘われなくなるんで、あのぜひ断り続けてね、あの一切余計なことをシャットアウトしてね、あのこの転売にこう集中してほしいなと思ってます。